日本成功株式会社は日本のベアリングメーカー。日本ベアリング業界最大手、世界ではスウェーデンの SKF、ドイツのシェフラーグループに次いで3位。日経平均株価の構成銘柄の一つ。本社は東京都品川区大崎一丁目。NSK と略称される。不要グループに属する。主力のベアリング事業で国内主位、世界3位。 ベアリング以外の製品では、ボールネジ世界首位、リニアガイド世界3位、自動車用電動パワーステアリング世界2位等の市場占有率を有する。トライボロジー技術では、世界屈指の技術力を持ち、世界初の無断変速機、ハーフトロイダル CVT を生み出し、実用化に成功した。日本の産業発展、特に機械工業の発展に不可欠であるベアリングの、 国産化を目的として、保全者、深川製区議所の議士長だった山口武彦が、高橋惚歴世や安田家の支援で1914年2月に設立した日本製工合司会社を前身とする。この頃に山口武彦が盗撮していた将来の日本の機械工業のあるべき姿は、 深川西区議所の議士長になる前の1895年3月から1897年3月の2年にわたる欧米視察において、見聞、学習した欧米諸国の先進工業技術から得たものであった。1970年代のオーストラリア、ブラジル、アメリカ合衆国、イギリス進出を皮切りに世界各地に生産や販売拠点を展開している。 イギリス最大手の UPI 社、ポーランドの国営企業イスクラ社の買収、世界各国のベアリングメーカーとの合弁活動など、経営学の世界では、日本企業の世界展開の事例として挙げられることがある。2006年、2008年と、世界経済フォーラムの年次総会で発表された、世界の持続可能な企業トップ100に、数少ない日本企業として選出された実績を持つ、 他の日本成功という会社名との混同を防ぐため、日本成功株は株式市場関係者によって米孔と呼ばれることがある。これは成功の正の字の米辺に由来している。ありがとうございます。